この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の三つ猫です。今日はこちら、レタスをご紹介したいと思います。魔女畑では、いろんな野菜を今植えていますが、レタスがちょっと特に今多くなっています。はい、じゃあレタスこちらご覧ください。レタスはですね、支配惑星は月、エレメントは水属性になっています。魔術的能力は純粋、守護、恋愛の魔術によく使われています。魔術的な使われ方ですと、レタスの種に好きな人の名前を書いて植えましょうというものとか、あとは、レタスを食べるとよくぐっすり眠れますよというものがあります。うん、あとは、レタスをこういうふうに今なってるんですけれども、あまり大きく育てすぎずに早めのうちに、若いうちに収穫して食べることによって繁栄をもたらす守護の役割もしますよというのもあります。で、ちょっとレタスを見てみたいと思います。こんな感じで葉っぱの中に実が詰まってる様子、わかりますか？まあ、スーパーで売られてるレタスと同じ品種のレタスなので、皆さんも見たことはあるかもしれないです。でも、このスーパーで売られてるのって、この真ん中のこの大きい実の部分だけだと思うんですけど、周りに葉っぱがこのようにこう何枚かあります。これ最初、このなんだ、この大きい外側の葉っぱが最初の苗の時にバーッと出て、後でからこの実の中心の部分ができて、どんどん中で育っていくという形になってます。で、収穫するときはこの中央の実の部分、柔らかそうな葉っぱの部分だけ収穫して食べます。外側の葉っぱは食べません。で、美味しいレタスを作るためにはやっぱり土とそれなりの量が必要なんですよね。土の量が必要なので、もしご家庭で育てる場合は、もしプランターだったらちょっと大きめのプランターが良いと思います。で、さっきも言ったんですけど、育ちすぎないくらいでもう収穫して柔らかいうちに食べるのがおすすめです。ということで、こんな感じでレタスの実がぎっしり詰まって柔らかそうな葉っぱが美味しそうなんですけれども、これも魔術に使えるハーブの一つなので、ぜひ皆さんも育ててみてください。レタスとかハーブとかもう興味いっぱいあるよとか、このチャンネルがとても役に立ったよという人は、もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、シェアなどどうぞよろしくお願いします。まだまだハーブのご紹介していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。みつねこでした。